皆様こんにちは今回は A の文字を冠されたアウディのメインモデデデルアアウウィィ A ファミリーをご紹介いたしますアウディの頭文字であるとともに物事の始まりや世界で最もアトラクティブ魅力的なヨーロッパ車という思いが込められたアウディが誇るメインモデルの魅力をアウディ A1 からアウディ A8 までの「 A ファミリー全モデルの特徴を踏まえお伝えしていきます動画最後には YouTube 限定のキャンペーン情報もございますのでぜひ最後までご覧くださいそれでは始めていきましょう 今回ご紹介する車両は、アウディ A1、A3、A4、A5、A6、A7、A8 の全7モデルです。A の後ろについた1から8までの数字は、数が大きくなるにつれて、ボディサイズやエンジンサイズがアップします。アウディ A1 がコンパクトなボディに排気量の小さいエンジンを積載したエントリーモデルであるのに対し、 アウディ A8 はボディサイズもエンジンサイズも大きなハイエンドモデルとなっています。また、各モデルごとに個性的な特徴を有しているのもアウディの魅力の一つです。例えば、アウディの先進テクノロジーを象徴するヘッドライトには、そのモデルのキャラクターを印象付けるデザインが採用され、モデルごとに異なるライトシグネチャーとなっています。それでは、 まず、アウディ A1 スポーツバッグからご紹介します。このモデルの特徴は、スポーティーで愛嬌のあるダイナミックなデザインです。ボンネット下のエアインレッド、ブリスターフェンダー、C ピラーなど、伝説のラリーマシンであるアウディスポーツクワトロからインスパイアされた、他のモデルにはないデザイン性を秘めています。また、大人がゆったりくつろげる室内空間も魅力の一つです。 快適で広々としたフロントシートは言うまでもなくスポーティーに絞り込まれたルーフラインにもかかわらず後席空間も十分なスペースが確保されていますさらにバランスの取れたウェイト配分と軽量でコンパクトなボディ軽快で俊敏なハンドリングがドラマティックな走りを実現してくれますアウディ A1 スポーツバックのエクステリアやインテリアデザインの詳細が気になる方は画面右上のリンクをご覧ください 続いて、アウディ A3 をご紹介します。アウディ A3 では、ハッチバックタイプのアウディ A3 スポーツバッグ、セダンタイプのアウディ A3 セダンの2つのモデルが設定されています。このモデルの特徴は、デザイン、テクノロジー、パフォーマンス、あらゆる面でのクオリティが高く、コンパクトサイズクラスを超えた上級感を備えている点です。デザインでは、 低くワイドなシングルフレームグリル、大きく角張ったエアインテークを備えたフロントバンパー、アウディ初となるサイドが内側に入り込んだデザインによって立体感が生まれ、洗練されたスポーティネスが表現されています。テクノロジーではハイエンドモデルと同じ最新のインフォテイメントシステムが採用され、またコンパクトでシンプルなデザインのシフトレバーなど、アウディの先進性を見て取ることができます。 1, 1リッター TFSI エンジンモデルでは、アウディのコンパクトサイズでは初の 48V マイルドハイブリッドシステムが搭載されています。減速時やブレーキング時に改正したエネルギーを活用することでエンジンをアシスト。発進に移る際には非常に滑らかで気持ちの良い加速フィールを味わうことができます。アウディ A3 スポーツバッグ、アウディ A3 セダンについては、 別の動画で詳しくご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。次に、アウディ A4 をご紹介します。アウディ A4 は、セダンタイプであるアウディ A4 と、ワゴンタイプであるアウディ A4 アバントがラインナップされています。また、オフロードも想定したアウディ A4 オールロードクワトロモデルが発売されています。 このモデルの特徴は、長きにわたって人気を集めたブランドを代表するミッドサイズクラスのモデルである点です。デザイン、走行性能、先進性の全てにおいて、アウディの魅力を持ち合わせています。ワイドローの精悍な顔つきをはじめ、美しいデザインにもかかわらず、機能性にも優れているのが魅力の一つです。ワゴンタイプであるアウディ A4 アバントでは、 優れたパッケージングによる広々とした空間を備え、マルチユースな魅力を両立しています。アウディ A4 以上のクラスからは、力強いトルクフルな動力性能と卓越した燃費効率と静粛性、経済性を同時に兼ね備えた TDI エンジンがラインナップされています。低回転域のまま高速走行を可能とするため、長い航続距離を実現。また、 効率的な燃焼により燃料消費を抑え優れた燃費を達成しています。アウディ A4、アウディ A4 アバントで昼と夜で異なるアウディの魅力をご紹介しておりますので、こちらもぜひご覧ください。次にアウディ A5 をご紹介します。アウディ A5 はアウディ A5 クーペ、アウディ A5 スポーツバッグの 2種類のモデルが発売されています。このモデルの特徴は、美しいクーペスタイルでありながらも、実用性が兼ね備えられている点です。アウディ A5 の人気の一つであるデザインは、美しく張り出し、柔らかにうねるサイドラインと、ゆったりと弧を描く、流れるような美しいルーフラインが、エレガントでスポーティーな印象を与えてくれます。それでいて、 後席でも快適に過ごすことができる居住性も十分に確保されており、リアドアとハッチゲートを備えたフォードアサルーンのフォーマル感と使いやすさに、クーペの流麗なスタイルが完璧に調和しています。また、広大な開口部を備えた美しく開閉するハッチタイプのテールゲートによって、荷物の出し入れも容易に行うことができ、たくさんの荷物も余裕を持って積み込めます。 このように美しさと実用性の高さを両立しているのもアウディ A5 の魅力の一つです美しいスタイリングと実用性の高さを実感いただけるアウディ A5 の新モデルと従来モデルを比較した動画もご用意しておりますのでぜひご覧くださいそれではここからアウディが誇るハイエンドモデルのアウディ A6A7A8 をご紹介しましょう まずは、アウディ A6 をご紹介していきます。アウディ A6 には、エレガンスなプロポーションが特徴のセダンタイプであるアウディ A6 と、上質さと機能性を両立したワゴンタイプであるアウディ A6 アバントの2つのモデルが設定されています。流麗なラインを描くセダンが欲しいという方なら、アウディ A6。キャンプなどで 広大なラゲッジススペースが欲しいといとう方はアウディ A6 アバントというようにプロポーションや使用用途によってお選びいただけるのも魅力の一つですアウディ A6 の一つ目の特徴としては数々の先進テクノロジーが採用されていることが挙げられます最新のタッチレスポンス付きの埋め込み式 MMI ディスプレイや後輪もそう作して回転半径を縮める ダイナミックオールホイールステアリング。高速道路で前の車と白線を認識して運転を支援してくれるアダプティブクルーズアシストなど、この動画ではご紹介しきれない数々のテクノロジーが詰め込まれています。また、ハイエンドモデルのラインナップで唯一ワゴンタイプであるアウディ、A6、アバントが設定されていることも大きな特徴です。実際に、 どれくらいの荷物が積めるのかをチェックしたり、アウディ A6 とアウディ A6 アバントのデザイン、車内空間を比較した動画もご用意しておりますので、画面右上のリンクからチェックしてみてください。では次に、アウディ A7 をご紹介します。アウディ A7 には、プレミアムフォードアクーペとして、 アウディ A7 スポーツバッグの1モデルのみがラインナップされています2011年に初めてアウディ A7 スポーツバッグが登場して以来その DNA は最新モデルにも継承され後方へと流れるような息を飲むほど美しいデザインはアウディのデザイン言語そのものを体現していますワイドローなフロントマスクは エレガントでありながらスポーティーな走りを予感させまるでコンセプトカーが現実の路上に舞い降りたかのようなスタイリングを実現ライティングテクノロジーの面ではアウディ A7 スポーツバッグだと一目でわかるセグメント分けされたデイタイムランニングライトが特徴的ですさらにリアコンビネーションライトは横一直線に伸びた独特のデザインによりスポーティーで未来的な印象を与えてくれます この動画では紹介しきれないアウディ A7 スポーツバッグのエクステリアやインテリアデザインの詳細は画面右上のリンクからご覧ください。最後にアウディ A8 を見ていきましょう。アウディ A8 はアウディが誇る最高峰サルーンとして2つのモデルがラインナップされておりプレミアムセダンのアウディ A8 と ホイールベースを13センチ伸ばして車内空間を広げたロングタイプのアウディ A8L です。アウディ A8 の特徴は何と言っても魔法の絨毯とも形容される滑らかな乗り心地であり、これを実現するためにアウディの先進テクノロジーであるプレディクティブアクティブサスペンションが採用されています。プレディクティブアクティブサスペンションという名称の通り、 前方路面の凹凸を各種センサーを用いて予測した上でサスペンションを制御するシステムになっています。各サスペンションには強い力を発生するモーターが装備されており、予測した路面凹凸に応じてストロークを個別コントロールすることで振動が抑えられ、宙に浮きながら進んでいるような滑らかな乗り心地を実現します。実際に プレディィクティブアクティブサスペンションを動作させながらドライブした様子は画面右上のリンクからご覧ください今回は多数あるアウディのラインナップより A ファミリーであるアウディ A1 から A8 までをハイライトでご紹介しましたがいかがでしたでしょうかコンパクトで取り回しのしやすいアウディ A1 や A3 流麗なラインが美しさを放つ アウディ A5 上質な乗り心地を実現した最高峰サルーンのアウディ A8 などモデルによって異なる個性とさまざまな特徴が垣間見えましたねこの動画を通じて皆様にぴったりなアウディが見つかれば幸いです今回ご紹介したアウディ A ファミリーをはじめお好きなモデルのオーナー体験ができるキャンペーンを この動画をご覧になられた方限定で開催しておりますので概要欄やエンディング画面のボタンから詳細をチェックしてみてください我々アウディジャパン販売は関東で13店舗、関西で6店舗を展開し皆様の快適なアウディカーライフをサポートしております弊社のスペシャリストがお客様お一人お一人に ぴったりなアウディが見つかるようお手伝いさせていただきますのでいつでもお気軽にショールームまで遊びにいらしてください。皆様のおおお越ししをお待ちしております